た唇いつか太陽に覚まされて溢れる涙が滴る眩しさで僕はなぞるから足りない箇所をただ奪うように君を求めていた伝わる刹那さの手を噛み集めた言葉を奥に話す願いをただの夢ならどこさえ先を行くの寂しな君の面影が君を アビングのボーイズスクールです。ところでなんですけど、みんなアビングのボーイズスクールっていうバンド知ってますか？はい、知ってる人ですね。じゃあ TM レボリューション、これ知ってる人？はい、あ、知らない聞こえとるで。そう、 TM レボリューションの西川さん、西川貴教がバンドのボーカルを
務めるのがアビングのボーイズです。高瀬や風紹介しましょうか。ベースから行こうか。ベース岡村。まだ春子まだ言うてない。はい、キーボード春子。はい、そしてドラムブッチ。ギターが春樹。で、アミューラ。時間があるんで、ちょっと個人的な質問してもいいですか。と、まあ、僕、この TH ホールでライブ出してもらうのが、今年の新刊の時に1回出たきりずっと出てなかったんですけど、あの僕のこと別に名前とか別に知らなくても大丈夫なんですけどと、僕のこと存在は知ってるよって見たことあるっていう人どのぐらいいますか。これは本当。いや嬉しいな。でもやっぱり知らん人もおんねんな。どうしたの。俺のこと知ってる人って聞いた時にやっぱ知らん人もおったんよ。だからさ、
今覚えさせてるからよ、しっかり聞いとけよ。しゃ、行こう。そしたらここでベースが岡村からレイレイに変わります。誰や、ええ言うたやつ。
そう、このバンドね、あのスコア見てて思ったんやけど、毎回毎回チューニング変えなあかんのよね。なかなかレギュラーチューニングっていうのがなくて、楽器人はそれですごく苦労してんねん。それだけちゃうか。そう、本当にもう難易度も高くて、なかなか合わせてもうまくいかなくて、今日みんな始発乗って朝7時からスタジオ来てくれて、そう。いい話。本当はチューニング代も全部3分ぐらいで全部パパってやる予定やってんけど、まあやっぱりうまいこといかんのよね。そうだから MC も結構いろいろ考えてきててんけど、さっきのタイミングで全部使ってしもたっていう。ちょっと次の曲は
力で汚れたこの翼が飛び起こそう次の曲いきます。Yeah.
最後の曲いきます。行きます。